電気クラブ、令和2年度大会ということで、始めていきたいと思います。じゃあお互いの両手広げたこの間隔が大体2メートルということになります。ですから、まあ、このお話聞いてる間でも、まあ、2メートル間隔または3メートルね、そういったところで、開けていただければと思いますが、まあ、心配されているところだと思いますが、歩いているときは基本的にマスクはぜひ外していただいて呼吸を楽にしていきましょう。元気クラブですが、今日は第3水曜日、歩いて健康という、カリキュラムの日程ですが、今までは9時半から歩いた後2階で、ストレッチ体操を行って整理運動して終了という流れでしたが、今回しばらくコロナが落ち着くまではですね、歩くのみということにしていただきたいと思います。ですから、あの一周歩いて帰っていただいても全然構いません。一応1時間という枠の中でこの授業を行っていきますので、その中で帰りはいる人はいる人でここで整理運動をして解散というふうにしていきますが、1周でも2周でも全然問題ありません。ただ2階には上がりませんので、ここでスタート切ったらもう各自自己解散というような感じにさせていただきます。であと頭からだ元気体操も6月からスタートしております。で前回はちょっと雨でね中止になってしまいましたが、これもいろんなルールのもとを行ってますが、1回目、こちら市長さんもねご挨拶、踏まえてご参加したら50名か60名ぐらい、健康プラザにはお集まりいただいたと、やっと楽しみにされている方が来られたというようなお話も聞いておりますので、毎週土曜日6時半早い時間ではありますが、そういったものも活用しながらご参加いただけるとよろしいかなというふうに思います。もう一度手を広げて、はい、大きく体をゆすりながら、もう一度前後左右ですね距離を取りましょう。今日はちょっとストレッチ、柔軟性を少し長めに行います。はい、反対回しましょう。はい、結構でしょう。では両手を組んでまず軽く万歳、気持ちよーく息を吸って、はい、立ち上がる。はい、では、タッチは作りましょう。背中丸くせずに胸を張った状態で、息を吐きながら、そのまま呼吸と合わせながら、右を倒しましょう。はい、戻しましょう。では、そのまま大きく腕を回してあげてください。徐々に徐々に体をほぐして、久しぶりの方は、ね、思い出しながら、ここ戻してますか。はい、戻して左に同じように足を押さえながら、1、2、3! 1、2!